戦国時代以降、政治的に重要な拠点となった高槻城。織田、豊臣、徳川と時代が移ろう中で、30人を超える武士などが城主を務めました。今回のクローズアップナウでは、城跡歴史館で開催されている開館20周年記念特別展、高槻城主列伝を見ながら、戦国時代から廃藩置県までの歴代城主の跡を、肖像画や関連する古文書、ゆかりの刀剣、甲冑を通じてご紹介します。城跡歴史館館長の千田さんにお話を伺いました。千田さん、城跡歴史館が開館20周年ということで、それを記念した特別展が高槻城主をテーマに開催されているんですよね。はい、当館はですね、館名に城跡とあるように、高槻城に関する歴史博物館です。これまでも高山右近であるとか、永井直清であるとか、特に有名な城主については特別展などを開催してきました。今回は有名な方から、そうでない方も含めて、城主全体をですね、一堂に会した展示を、企画いたしました。では今回の特別展の見どころを教えていただけますか。はい、今回はですね、高槻城の歴史の流れの中から大きく3つのテーマに分けまして、最初が戦国から、豊臣の世ということで、続いてが徳川の上方支配と高槻、そして、明治維新まで続く長生きを特集した3つ目のコーナーの、長生きの時代となっております。ではまずは第1章、戦国から豊臣の世へからご紹介いただけますか。はい、高槻城をはじめ入江氏の城下であったと考えられています。入江氏は南北朝時代に足利尊氏に従って駿河の国からこちらに来たと考えられております。しかし、永禄12年織田信長に抵抗しまして、滅ぼされてしまいました。入江氏が滅亡した後、高槻はどうなったんですか。室町幕府将軍足利義昭の家臣綿子政が根拠地を山城の芥川城から高槻城に移し整備しました。これを機に高槻城は大きく発展しました。これ政の没後、息子のこれらが後を継ぎます。しかし天正元年に家臣であった高山飛騨守、高山右近親子によって高槻城から追放されました。高山右近はその後高槻城を離れるんですよね。はい、織田信長が本能寺の変で撃たれた後、その後を継ぎました羽柴秀吉、後の豊臣秀吉はですね、大阪城を築いてその周辺の国々を自分で直接支配しようとしました。そこで高山右近は明石に移されて、高槻には秀吉の甥である羽柴小吉秀勝が城主として入りました。天下統一を進める秀吉にとっては当時の高槻城は重要な拠点だったということですね。はい、そうなります。続いてこの第2章は徳川の上方支配と高槻とあります。はい、慶長5年にですね、関ヶ原の戦いがありまして、徳川家康が勝利を収めますと、高槻城は徳川家の勢力圏下に入りました。そして慶長19年に大阪冬の陣、翌年にですね、夏の陣が起きました。その際に高槻城はですね、大阪城を攻める徳川方のですね、物資補給拠点として重要な役割を果たしました。大阪夏の陣の後は誰が城主に選ばれたんですか。はい、当時の徳川幕府によって最大の課題は豊臣家が滅亡した後の上方支配でした。その重要な拠点である高槻城には内藤信正や続いて、時貞吉といった幕府から信頼の厚かった譜代大名が選ばれました。その頃に高槻城の大改修が行われたんですよね。はい、時貞吉のですね、城主であった時代、元和3年から徳川幕府が主導した工事修築が始まりました。新規築城に匹敵するこの改修で、高石垣と土井を備え、3層の天守がそびえる近世高槻城の基礎が築かれました。その後、松平家信、岡部信勝、松平康信が城主に任命されました。
第3章が長井家13代の時代ですね、はい、これずらっと並んでるのが歴代の長井家当主ですか。はい、そうなります。長井家はですね、慶安2年に長井直京が36,000石で高槻城主となりました。それまでは高槻城はですね、大阪夏の陣の後短期間で城主が変わってたんですけども、長井家が高槻城主になってからは明治時代のですね、廃藩置県まで13代220年間にわたって、長井家が高槻城主でありました。今回は京都にある長井家の菩提寺から肖像画をですね、初代から10代までお借りしてきまして、ずらりと並べております。今回の特別展の、目玉の一つとなっております。初代当主の長井直清、これはどんな人物だったんでしょうか。直清は大大名長井直勝の次男で、将軍徳川家光の側近として活躍しました。直清は59歳の時に36,000石で高槻藩主となり、高槻城下と西国街道を結ぶ八丁松原を整備し、万代寺を掘りました。また平安歌人の伊勢や農院を検証を行うなど、藩政でも力を振るいました。野見神社の境内に長井神社がありますが、これは長井家と関係があるんでしょうか。はい、長井神社は高槻藩主長井家初代の直清を祭神として寛政5年に野見神社境内に創建されました。その後嘉永元年には長井家中時代の直輝が直清の高槻入城200年を記念して社殿の修復と唐門の造営を行いました。今回展示している刀剣や甲冑、印鑑などの長井直清関連資料は長井神社に伝来するものも多く、高槻市の文化財に指定されています。こちらの甲冑も長井神社に伝来したものですか。はい、これはですね、長井直京が2度にわたる大阪の陣で着用した甲冑になります。直京は冬の陣で初陣を果たし、翌年の夏の陣では24歳で武勲を挙げました。江戸時代初期以前に制作された甲冑は現存するものが少なく、さらに実戦で使用されたことがわかる甲冑は稀なことから貴重な歴史資料です。清以降の長井家当主は幕府にとってどのような役割を担ったんでしょうか。はい、京都御所や二条城を火災から守る京都火消し役や大阪湾警備など京都大阪地域の安定に関わる役を13代にわたって担っていました。ということは徳川幕府にとって高槻城は京都や大阪といった上方支配に重要な場所だったということですね。では幕末の高槻について教えてください。はい、鳥羽伏見の戦いが起きた時にですね、高槻藩は旧幕府以来の命令を引き継いでいて、京都近郊の小良賀峠を、守っていました。ただ戦いには加わっておらず、戦後新政府の命令に従っています。そして明治2年の藩籍奉還で13代長井直政は高槻藩知事となりました。しかしその2年後の明治4年、廃藩置県によって直政は藩知事の職を解かれ、華族となり東京に移住しました。これにより高槻城主の歴史は終わりを迎えます。時代の流れとともに移り変わる高槻城主の活躍についてよく分かりました。今日は貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。今回の特別展では戦国時代から廃藩置県までの歴代の高槻城主を肖像画や関連する古文書、ゆかりの刀剣、甲冑を通じて紹介しています。皆さんもぜひ特別展をご覧になって、城主たちの足跡から高槻城の歴史や役割を知ってみませんか。